なるのか、アメリカ流の基準を押し付けようとするか、これは中国との関係もトランプよりもきつくないのね。トランプはある種の取引の要素だから、それだからバイデンになったら北方領土がかなりきつくないと私は言います。あれ覚えていらっしゃると思いますけどね、オバマさんの時に例のウクライナの制裁ですよ。これアメリカが強く言ってきましたね。これが今でもやっぱり日露にとってはですね、ある種トゲですよ。やっぱり民主党政権はそこら辺は厳しく作ると思う。今佐藤さんがおっしゃった通りだと思いますね。逆にトランプさんの方は話はしやすいというか、理解はしてもらえることがあると、こう思いますね。共和党政権がやっぱりトランプさんの方が日本にとってはいい大統領、トランプの方は日本にとっていい大統領です。それは間違いないです。それはどういうことかといったら、その今コロナっていう大混乱でしょ。アメリカ人は川を渡るときに馬を変えたっていうの。それはこのコロナっていうこの大きい情勢が変わるまで大きな形での変化っていうのはすごい混乱を招くわけなんですよ。それだからトランプさんからバイデンさんになることによって相当アメリカの外交も内政も混乱する。もちろんそのトランプさんさまざまな問題があるのは間違いないよ。しかし外交という観点から考えるならば安定が重要。そのためにはアメリカはこの今のままで言ってほしい。それからトランプは本音のところではロシアともう少し仲良くしたいと思っている。これはね、エマニュエル・トッドさんという非常に優れているフランスの人口学者がいるんだけどね、これが大分断という本を最近 PHP から出してる。面白いよ。民主主義に3つの型がある。これはね、識字率、人々の多くが文字を読むようになったときにどういうような家族制度があるかってことで決まっちゃう。一番ではフランス、アメリカ、イギリスがされ、これは権威は認めない。その代わり平等っていうのは大切にする。そうすると大統領でも首相でも自分たちの力でなくていいんだ。あるいはイギリスにいたら王様がいたって権力はそうじゃなくて人々の間から出なかった。それで平等の権利だから社会でも平等なことだったらそれは是正しないといけない。こういう考え方。二番目がロシア型なのね。ロシア型っていうのは権威は認め、なおかつ平等も認めない。そうするとどうなるかといったら、権力者が権力を持っていると国民の間でそんなにデコボコがなければみんな満足してる。だからロシアであれだけプーチンで文句がある、あるいは今日なんかもナバーニーさんっていう反体制のブロガーが飛行機に乗ってる時に調子が悪くなったからプーチンを殺したんじゃないかみたいなことを言ってるんだけど、それはそんなことやったって何の得もないからね。プーチンはだから結局選挙になるとプーチンが勝っちゃったの。別に選挙で不正やってるわけじゃないの。これはあそこもそうよ。ベラルーシのルカシェンコもそうよ。特に不正やってるわけじゃないの。要するに権威っていうものをみんな認めて、あとはみんなフラットに、それほど金持ちもいなければそれほど貧乏にもいないという状態だったら構わない。それから苦しそうにしている人がいたらみんな助ける。だからこの文化があるってこういうところだよね。でドイツ型日本型っていうのはね、ちょうど識字ができた時に家父長的な体制だった。すなわち相続が長子相続だった。そしたら兄弟が不平等だから人類は不平等だっていう発想。権威は認め、平等をの権利が利かると、こういう理解があります。そうするとどうなるかというとね、いわゆるパターナリズム。問題は家の中で解決する。何か、お父ちゃんしっかりしてくれっていう解決法になる。お父ちゃんに対して文句はあるよね。そうすると会社に所属してるとすると、正社員に対してはこれなりに守ってくれる。あるいは役所にいたら役所の中を守る、それ家庭の中を守る。それでちょっと大企業と中小企業の間でデコボコがあっても、そこのところっていうのは平等の権利がそんな強くないから、そ
構大丈夫なんで、その代わりそこがこぼれちゃった人、例えば非正規労働者であるとか一人親家庭、特にやっぱり厳しいのは母子家庭であるね、それからさらに独居の高齢者、こういうところは悪気はないんだけども、視界に入らなくなっちゃう、日本のこの家族システム、民主主義システムだと。だからそこには政治が光を当てて、政治でやらないとやらなくなるんだよね、逆に。このトットさんの考え方っていうのは、我々が意識していないところの無意識の領域である民主主義の違いを浮き彫りにしたらすごいいいもんだと。だから日本で自粛っていう形で進んだのはどうしたかというと、あるいはドイツも実はかなり自粛っていう形で進んだんだよ、実際。それはやはり、その、権威主義の一点でもあると。それから必ずしも平等じゃなくても構わないと。だから、移民に対しては、メルケルさんはいろいろ言ってるけど、ドイツ社会って結構冷たいよね。こういうとこ。それで、これから国際情勢を見たときに、最大の脅威っていうのは中国だっていうことになってる。それは中国が急速に大きくなってるから、医療費の問題じゃない。だから EU が共通の価値観にできるっていうのは、みんなどんぐりの政府ラベルみたいな国だな。フランスとドイツとイギリスです。ところが、日本の人口の10倍という圧倒的な中国と一緒に共通の圏内を作るっていうのは、中国に吸収されるってことになる。そうなると、日本として取らざるを得ないシナリオっていうのは、カウンターバランスを取らないといけないから、アメリカとというのは必然だし、あともう一つはロシア、それからヨーロッパなんだ。だからこのトットさんの予測は、中長期的に見た場合には中国と対抗するっていう形で米ロの提携があり得る。だから今の短期的な米ロ関係の悪化っていうもので見ると、構造は上がるんじゃないかと。米ロは接近する可能性があるということを予測してるわけでね。この人の予測っていうのはね、すごい定評がある。どうしてって言ったら、1976年、彼が25歳の時にね、一番最初のデビュー作っていうのが、最後の転落っていう本で、それは何かって言ったら、ソ連の人口統計で、ロシアとウクライナの乳児死亡率が上昇してるっていうことと、人口が減少してることで、今後10年から30年以内にソ連は崩壊する。こういう予測分析。それで実際、彼がそれを書いた後の15年後にそれを公開するわけですよ。それで非常に注目されたんだけども、この、人口動態というものの分析で、ほとんどのことは予測できるし、中長期的な。あと、家族類型というのは決定的に重要と。それは、文字をみんなが覚えるようになったときに、どういう家族類型だったかということで、研究形態ができちゃう。こういう考え方なんです。このトットさん の, この家族システムの研究とか移民の運命とか、こういったようなものっていうのは、ヨーロッパやアメリカのインテリは基本主義にあったし、情報関係の分析でもみんな読んでる。それが今度1000円くらいで非常に分かりやすく大分断っていうタイトルで、日本の民主主義は何かかっているか、コロナ以降世の中どうなっているかと。別にコロナで大きく変わるんじゃなくて、今まで見えなかったものが見えるようになって加速化してるだけだって考えなんだけども、この米ロ提携の中長期シナリオっていうのは意外とあるかもしれない。ヨーロッパとロシアとアメリカが手を握って中国に対抗していくっていう、こういうシナリオ。はい、他に何かないですか。どうぞ。今のトッドさんの著者に書かれてるかと思うんですけど、その移民に関して特定の国から大勢の移民を受け入れるべきではないという考え方があるかと思うんですが、今現在日本は多くの中国人を移民として移民というか受け入れているような、また韓国人を受け入れているような現状をどのように考えますか。中国人、韓国人の移民ってそんなに、特に韓国人の移民ってそんなに多くない。むしろ日本の植民地化の時から住んでる人たち の, 2世、3世、もう4世もいるね。そういったような人たちがいるんで、これちょっと移民とはカテゴリーが違うと思うね。
から移民でやはり結構多いのは、例えばベトナムとか、それとかあとフィリピンとかですよ。それに関しては今回のコロナのことによって、やはりその移民の受け入れ体制というのはそんなに簡単な話ではないんだということが世界的に分かってきたので、ここのところっていうのは移民の流れっていうのが少しやっぱり止まると思うんですね。今後の国家の壁が強くなってくるんで、それと同時に日本の場合には技能研修生みたいな形で受け入れて移民を受け入れないということにしてるから、移民を規制する規則もないわけだよ。移民はいないことになっちゃうから、ここが僕は最大の問題だと思うから、やはり移民法っていうのは作った方がいいと思う。それでこういう状況のところで移民っていう人たちはこういう権利を持っていると同時に、こういうようなところっていうのは国籍を取得してない人はできませんよとか、そこのところっていうのはきちんとルールブックを作っておかないといけないんだけども、ここもやっぱりさっき言ったパターナリズムだよね。お父さんがしっかりしてるなんとかなる、こういうような感じで今までやってきて、なし崩してやってるからおっしゃるように、印象として移民がものすごい多いとか、あるいはその移民がトラブルを起こしてるっていうのは、基本統計で移民っていうカテゴリーがないんだから、統計がないから移民がどういうふうになってるかっていう、それが分かんないんだ。それ最大の問題だと思います。はい、どうぞ。ユーザー問題で一番難しいのは竹島だと思うんですけど、竹島問題というか領土を取り戻す可能性がある考えとか、どうしたらいいのかというのはどう考えますか。竹島問題については、ヒョンデイシクさん、ケン・ダイマツさんという人のミネルヴァ諸国から出している領土問題の誕生という竹島北東を巡る政治学だったかな、これが非常にいい研究所なんだけども、そこでこう書いてるわけ。韓国人にとって竹島北東問題は更新命題になってる。更新命題って何かというと、命題に関するどんなデータが入れても答えをいつも一緒。すなわし、どんなデータを入れても竹島が韓国領だ、そういう答えしか出てこないの、韓国人が。そういう一種が神話になっちゃってる。そうすると、その神話を脱構築していくっていうのは、外交でもできないし、向こうが実行したりしてるわけだから、軍事的にもしひっくり返そうとしたら、それは日韓戦争だ。そうなると、これはやっぱり筋としては日本領土って筋っていうのは非常に重要なんだけども、韓国との関係を包括的に改善する中で道を探していくということで、すごく時間かけないから、すごく大変な話。だからそれは韓国の中で一種の神話に達しちゃったようなものっていうのは、これはなかなか、これは我々の一方的な希望においてはできないわけですね。しかし、領土は国家の原則だから。だからそれにおいては、竹島に関しては日本の立場を主張していればいいと思うね。それで竹島の方は北方領土ちょっと違うところだよ。北方領土は国後島に関してはちょっと日本の主張無理すぎなの。1951年のサンフランシスコ平和条約で南千島を放棄しちゃったから、その南千島には国後島のことが含まれてるから、それだから最初からその意味で言ったら千島を放棄したんだから、放棄した千島というのは我々は要求してませんと。で、我々が要求しているのは千島じゃなくて、北海道の付属諸島である歯舞群島と色丹島です。やってればきれいにまとまったらと。ところがそのことで無理すぎる議論しちゃったわけね。それで日本政府の公式見解というのは、これはちょっともう本当に通用しないぐらいお粗末な見解で、北方四島がソ連軍が入ってくるまで歴史的にロシア領だったことはない、これも択捉島になると実は18世紀になるとかなり危ないんだからね。でも1855年に日露通行条約がお互い合意した時にできた時に、それは平和裏の形で国後島と択捉島が日本領だったってことは事実だ。だから我々の国民意識として、そして我々の歴史認識として、国後島、択捉島が日本領だと、言い方変えるんだったらこういうのを言うか、これは国民感情として当然だよ。
しかし、サンフランシスコ平和条約で日本が戦争をやめるという時の平和状態に入るという時の、これは諸君的条約って基本的なゲームのルールを作るわけです。その条約の中で千島列島を放棄して、その千島の中には南千島、すなわち国後島と択捉島も含まれるということを日本政府は正式の場所で何度も言ってるわけだから、それを覆しちゃダメだよ。だからそういう意味において僕もトランプ政権が実は登場する前はね、4党で頑張るべきだと思ってたのすごく強く、しかしトランプ政権が誕生して完全な取引外交になってきて、国際情勢が非常に変化したときに、要するに歴史的な同一性を主張するっていう形ではもう国際社会が動かなくなってきた。これはトランプはポストトゥルースとか言い始めたでしょ。だからさまざまな歴史観があるんだっていう形で言い出したのは、それは明確な証文に基づいた脅威の意味での外交交渉を展開しないと領土を取り返せない。こういうふうにすごく強く思うようになったから、私考えながら大変なところだ。そこで私は二党返還プラスアルファっていう考え方、今の安倍政権が進めているのは現実的だと考えていたんだけど、どうしたというと、カモマヨフ島、シコタン島は日本領でしょ。それ、国後島、択捉島はロシア領と認めるんだけども、歴史的な経緯があるから、ロシアが日本に特別に日本企業への優遇措置とか、日本人は簡易な手続きで、例えばマイナンバーカードだけで、運転免許証だけで行けるとか、そういうふうにして実質行けるようになった方が、もっと島民にとってはいいじゃない。このまま角突き合わせて交渉していたら、一等も返ってこないですよ。一等も返ってこないし、それに伴って海も全然使えない。人も行けなくなる。こういうような状況っていうものを、作り出していけないと思ったわけなんだよね。だから一部で最近ゼロ党変化になる、結局それだったらプーチンやる気がないからと。だからそういうことを言い始めちゃったら、ロシア今のままで構わないわけだから、だからそういうようなことを言うんじゃなくて、問題を解決したいって言って外交官、だった人間として考えるならば、可能性は少しでも残っていて、こちらに同期性があるんだったら、そこのところに手を突っ込んで広げてると。ただし絶対にできないことっていうのは、これは主張しない方がいいと。今国後島、択捉島の返還では絶対にできないんです。これを日本領にしろって要求するっていうのは、結局は問題解決しないってことで一緒になったんです。だから竹島に関しても、今どういうふうに竹島を返すっていうことを主張したら、その瞬間内でますます竹島返らなくなっちゃうんだよね。だから竹島に関してやらないといけないっていうのは、あなたたちは韓国領と考えてます、それは分かってますと。あなたたちの理屈は尊重しますと。しかし日本は実は日本領と考えてるんですよね。だからお互いの認識が違うということについては認めましょうと。そこのところから入ってます。それまでも時間がかかるよ。それでテーブルにつくところから始めるようになりますよ。せっかくの機会ですが、ここで皆さんと確認だけしておきたいけども、日本における領土問題は北方領土とこれ竹島しかないんですね。これ尖閣を領土問題と言ってる人が間違ってます。尖閣はもう日本は実効を支配してますから、これは騒がないで黙ってですね、もし変なのが来たらそれを思い出す、あるいは捕まえる、それでいいんですよ。それを政治家の中でも様々なようにですね、尖閣の領土を主張せんといかんだとかって言ってるけども、中国を利するだけですよ。日本のものなんですから。その通りなんですよ。係争問題だって認めるってことは中国にとって大勝利なんです。だから一見自分は保守派と思って日本の領土を守る、3つの領土を守れって言ってる人は、中国は勲章でともいいぐらいに感謝してますよね。係争問題にしてくれてるわけですから。それでここでね、皆さんね、大学のゼミナールだったらね、 A 国と B 国の間の領土問題って何ですかと、A 国、B 国ともに領土問題だと認めてれば領土問題でね、こういうものでめったにない。 A 国は領土問題と認めれば、 B 国は領土問題と認めない。逆に A 国は領土問題と認めてるけど B 国は認めないと、こういうのがほとんどない。それは
大学の授業からすると片っぽが問題だと言ってもその瞬間に客観的には領土問題分かる両方が領土問題じゃないと例えば対馬だったら日本政府も韓国政府も領土問題と思ってないから、ね、領土問題じゃないあるいは樺太だって日本政府もロシア政府も領土問題と思ってないから領土問題じゃないところが竹島は日本は領土問題だけど韓国は領土問題じゃないって言ってるでしょそれ日本が主張してるのはお互いの見解が違うってことを認める客観的に領土問題だってことを認めましょうって言ってるわけところが中国に対しては逆のこと中国がそれを言ってるわけだよね日本は領土問題じゃないって言ってるけど中国は領土問題だって言ってるから領土問題だと認めましょうそうすると韓国に言ってることと中国に対して日本が言ってることは真逆なわけよ外交ってそんなもんな国益を追求していくっていうのは大学の研究室の理論的な形での物事の追求とは違う実際に生きている国益を追求してるからその時の無理筋の議論ってしてもいいよ逆にしないといけないだから尖閣は実行しかできてるっていうんだったらなんで尖閣に上がれないんですかとなんでそこに港を作れないんですかって議論が出てくるしかしそれは日本が自発的にやってないんですとそう説明するしかないでも実際に中国も上がることできてないわけだからそれになると日本の説明は崩れてないからこれは日本は実行しかしてると言い続けないといけないから外交にはそういう側面もあるよねこれがやっぱりね分かりにくいわけ私も皮膚感覚として分かるようになるのはやっぱり外交界20年ぐらいやっていてそこのなるほど外交実務家の感覚っていうのはこういうものなんだなっていうことが分かるようになったよね例えばさ1991年の3月にソ連邦維持に関する国民投票となった7割がソ連維持賛成なんだぜところがその年の12月にソ連は崩壊するとウィーンに反してるの国民投票なんてやってないようにしたソ連崩壊をゼロするかどうかそんなもんなのあるいは今バングラデシュって国があるよねバングラデシュっていうのはパキスタンだったの東パキスタンと西パキスタンの2つの国だったわけだしかし西パキスタンからの離脱手続きとか取ってないのバングラデシュできるときは勝手に独立しちゃったよ必ずしも国際法の規定に合致してる形じゃなくてバングラデシュという国はできたんだけどもバングラデシュという国家の正当性をに疑念を呈してるなんていう国はないのねだからそういうふうになると外交って生き物がないじゃあ生き物の一番連合って何だと思うその外交国力ですよじゃあ国力のさらに連合って何だと思う経済力我が国の経済力をどう見る一つの見方 GDP で世界3位しかし生産性ってイコール一人当たりの GDP でそれが何になるか28位だぜあと労働生産人口で割った労働生産性になると38位ぐらいになっちゃう全然生産性高くないそういうことから見ると日本の生産性という観点からすると中堅国であるそしたらやっぱり生産性を上げないといけないってことはすごく重要これもう処方箋が大体もう見えたわけじゃない問題中小企業なんだ中小零細企業頑張ってるよ頑張ってるんだから規模が小さいからスケールメリットが得られないわけだから中小企業の経営者も中小企業の従業員も頑張ってるんだけども規模を大きくしないんだそしたら社長さんのポストは減ってくるんだからでも社長さんだったら会社潰さないよねなんでこれはアメリカの会社と違うの。この中でも企業を経営しておられる方もいると思うんだけども、お金借りるときに個人連帯保証を必ずさせられるじゃん。だから会社潰すときっていうのは、自分の身振りに全部合わされるわけだよね。会社の借金は全部背負わないといけないわけだよね。でも逆に裏返すとそれだから、例えばちょっと旅館が潰れかけたんだけども、後で見てみて資産を見てみたら、疑問があるんだよ、あったみたいな。出てちゃうわけどこまでが個人の持ち物なのか会社の持ち物なのかはっきりしないといけないそういうのの構造を改革しないといけないってこと
昔からずっと言われてるんだけども、実は今回このコロナの中で加速してる可能性があって、例えばこの前、ちょっとJR の関係の人と会った時に、やっぱり定期券なくなるんじゃないかって話結構してた。それどうしたかというと、今山手線や京浜東北線って2分半で動いてるでしょ。その時のピーク時に合わせて車両を全部用意してるし、駅員さんの体制も作ってるし、電力も作ってるわけだから。これが、例えば、今スイカみたいなシステムがあるから JR 東だったら、時間帯によって値段を変えるっていうことで定期券をなくしちゃったね。時差通勤っていうことに経済的な利益ができるような仕組みにすれば、やはりかなり利用者減ると。すでに今の段階で利用者が減ってるから元には戻らないだろうと。そういうふうになると、ピーク時のところの天井が低くなると、全体相当抑えられるわけだ。だから、働き方が変わっていくっていうのはどこで起きて見えるかなっていうのは、僕は鉄道がどういうふうになるかっていう構造と、あと各企業が定期代を支給しなくなるかとかっていう、そこのこと結構関係してると思うんですね。こういうような構造改革が起きてくるとなると、これ中小企業においても再編のプロセスが強まってくるし、その時にはこれはかなり大なかを振らわなきゃいけないんだけども、企業経営者仮にもこの業態で立ち行かないっていう時に、いやこれ本当の意味での株式会社なり有限会社だよね、有限責任で個人資産のところは持っていかれない、会社のところで投資した部分だけを失うような、そういうような仕組みの転換っていうのは私は来ると思うし、それは来ないと、企業再編できないんだよね。だからアメリカの企業っていうのは企業率、それから大体その企業の寿命って10年ぐらいだよね。それは 10% 起業して 10% 倒産してるから逆数とでもそうなるわけ。日本の場合 4% ぐらいでしょ、大体。ということはその逆数を取ると企業寿命って25年なんだよね。そうすると、その普通の人で今人生75ぐらいまで働くんです。事例が結構多いというと、50年働くわけでしょ。そしたら企業のもともと持っている寿命っていうのは、人間の生命の寿命の半分しかないわけ。ということは、やっぱり会社変わるっていうことが普通になってくるって可能性は十分あるし、そのためには再編ができるようなメカニズムを変更しないといけないっていう。ここのところっていうのはコンサルタントの誰でもそういうふうに言うよね。ただ今のところはまだその変換をするところに踏み切るコストが大きすぎるわけ。だからこれから僕は日本の中では中小企業の再編の大きな話が来ると思う。で、ここのところでは本当に重要に政治がちゃんと光を当てないと、中小企業っていうのは大企業と比べたら非常に苦しい状況になるからね。しかし 99% が中小企業なんだから起業してる。それで従業員の 70% が中小企業で働いてるわけだから、そこの対策ってなんかきちんとやらないといけないと思うんで、実は今政府に一番やってほしいっていうことは、その中小企業を大切にすると、その大切にするっていうのは保護政策じゃなくてちゃんと再編できるような形でね、それでその経営者たちが安心して状況によっては会社を畳んで新しい企業に挑めるっていう、こういう仕組みを作るってことでは、私はコンサルたちの意見っていうのはほぼそのエコノミストの意見はほぼ一致してると思う。だからその辺のことで経済一生懸命やらないと、そのためにやっぱり政治なんて必要なんですよね。今の佐藤さんの話聞いた皆さんね、これ日本とロシア、その前のソ連の時からですよ、領土問題の議論をしてるんですね。領土問題があるということで、これゴルバチョフさんが来てからですから、あれは平成3年、91年の4月に来てからですね、カルスタントの会談から。それ以後、首脳会談でも外相会談でもこの北方領土問題は必ず話し合いされています。竹島問題はどうかというとですね、最後総理で話をしたのは橋本龍太郎さんが最後ですね。野田さんがちょっと触れたけども、これは普通にはなってません。外務大臣
現場幸一郎さんで終わってます。それ以後の政権でですね、外交交渉竹島には投票に上がってないんです。これ考えればね、いかにこの安倍総理が対ロシアとの関係でですね、プーチンさんとの信頼関係でもう27回も会談している。それでシンガポールでは56年宣言を基礎にして平和条約の締結を交渉を加速するということで合意という大きなですね一歩を作ってますね。だから北方の問題はこれ動いてるんですね。動かない、止まってるとしているけどね、私は動いてる。それそのスピード感は別にしてですね、絶えず外相会談でもあるいは首脳会談でもテーマになってるようです。すごいことなんですね。だから竹島も私は不思議に思ってるのは、あの今の竹島には韓国軍が常駐してますよ。もうこれはね、日本の自衛隊の一体でやられてしまいます。手も足も出ませんから。じゃあこれができた時いつか、ちょうど皆さん今の国会議員でも覚えてる人いないと思うんです。福田武雄内閣です。福田さんの時、福田さんってのはね、あの口の悪い人は福田さんの顔を見て、お前李承晩の親戚でないかってよく言われるぐらいですね。福田さんは韓国といい仲でしたよ。まあ、その福田さんの時に韓国軍はあのヘリポート基地の着手したんです。それで出来上がったのは鈴木善光内閣です。大平さんが死ぬと2年をやった後の、あ、2年とか1年の考えですか、途中で亡くなって鈴木さんがついてて、鈴木さんの時に出来上がったけども、本来竹島問題あるとするならばね、あそこで大将を召喚してたとか、日本としてもやっぱり打つべき点があったわけでも、この時はちょっと日本も大人の対応しすぎたというか、大人しすぎたというかですね、そういう厳しい相手がせんかったんですよ。ただその時はやっぱり日韓関係は良好だったんです。良好だったものですから、やっぱり強く出なかったかなという感じもするんです。あの日韓の正常化したのはこれ大野万木先生です。その大野先生の芝居を取ったのが仲間が一郎先生なもんですから、仲間先生が韓国というのは特別扱いでした。非常に大事にしてくれましたね。だからその仲間先生は現役の頃で福田内閣で農林大臣もやって影響力を持ってた、その鈴木善光内閣の閣内にいたんですよ。それともやっぱり強く出なかった、それはやっぱり隣国だ、仲良くやってた方がいいということで強く出なかったんですね。それ考えればね、私はこの日露の信頼関係というか、特にプーチン大統領になってからのこの20年間、それで特にこの安倍総理との8年間、これ極めてはね、私はあの大きなね、この信頼関係があってですね、私はあの解決に向けてのですね、方向にね、動いていると、こんなふうに思ってますね。この点ぜひとも歴史の真実、外交だけほどね、積み重ねですからね、この積み重ねの上で外交展開しないとダメです。明治時代のお話をしたってですね、これはもう国力も違えば国際情勢も違うわけですから。だから日本ではこの4つの島が日本の軸であることは間違いないけども、ヨーロッパなんていうのはもう戦争のたびに国境線が変わってるわけですから、ここら辺もよく踏まえてね、私はあの大人の外交をしなければいけない。ただ痛みだけに強く言ったってですね、あの右翼の外戦者がですよ、1億回不法占拠だとしたって島動きますか。運動は運動でいいんです。しかし外交は政治ですから、政治は結果を出さないといけないんです。その外交というのは交渉するわけですから、やっぱり交渉が外交であるということと運動ではないということね、それを今の政治家で運動とね、この交渉をごっちゃにしているというか、そのセパレートできてない、区別ついてないのが多すぎる。そこに私は日本のまた不幸があるんじゃないかなという感じしますね。それからね、鈴木先生もう少しですね、エセ動画ってあるんでしょ要するに童話問題がを語ってあのそれをビジネスにしてるって、北方領土も北方領土ビジネスってあるんだよ。これやっぱり予算ついてるでしょ。そしたらさ、やっとこういうのだ、あ
全部つまみ出せーって、あら忙しいこと言うとなんかわかるけどさ、最近安くなったんだね。あの1万円、3万円、7万円だからさ、これ政府所管の団体よ。でも7万円だってさ、毎回同じこと壊れたテープレコーダーみたいに言って1年に50回購入すれば350万だね。それどこの誰とは言わないけどもね、70歳まで年金生活に入っている大学の先生とかいい小遣いだぜ。それなくなったら困るじゃない。あとさ、手配師ってみんな知ってる、手配師、兄ちゃん兄ちゃん基礎だり基礎だりタコ部屋じゃねえよとか言ってこうやってやって手配師ね、北方四島に行くんで皆さんの方に行かれてるじゃない。なんかさ、そういった団体の中で手配師みたいなのがいてね、はい、今度はあなた、今度はあなたとか、今度は組合だなとか、なんか手配師のおばちゃんみたいなのがいて、それがなんか北方四島の活動家みたいなのやってると、この悪質手配師の追放とかね、そういうことでやらないと、やっぱり四島交流が健全化しない。だから、領土ビジネスと手配者の追放ね、これやっぱりちゃんと やらないといけない。これやっぱり政治なんだけども、手配者は手配者の方で、やっぱりそれ自分の生活全部かかってるじゃない。だから必死になるわけよ。米蜜に手つくことめんどくさいでしょ。それでみんなめんどくさいから手配者とか、この公園ビジネスとかそこに手つくまないんだね。それがやっぱり、片方米蜜の問題になってくる。必死になるんだよね。でもそれは押し切らないの。エセ動画みたいなものを許容したらいけないのと一緒でね、やっぱり北方領土ビジネスみたいなのを許容したらいけないんですよ。だから手弁当だよねと、そういう話になったらかなりこの講演してる勇気とか言えるぜ。はい、今佐藤さんのお話を聞きながらね、ああ手返しはK というおばさんかなんだとかですね、あるいはその北方ビジネスはかつて A 大学のあの先生かなというような思いしながらですね聞いてましたけども、私は佐藤さんのおっしゃる通りだと思いますね。これは本当にですね、食い物にしている輩がいる、これだけは許せませんね。しかしこの歴史もまたこの平和条約交渉の足引っ張ってきた事実です。まあ、だんだん整理がされてきてますけどね、もう一踏ん張りして頑張ってね、これ整理したらですね、その時はまさに安倍総理がですね、平和条約を結ぶ時だと、締結できる時だと、まあ、こんなふうに思ってますのでね、ここは気合を入れて、まあ、頑張っていきたいなと。こう最近の外交官はみんな上品だから、手配師とか言うとね、ビビらなっちゃうんですよ。逆によくなかったら、そんなのと関わりがあるとかないですね。それとコミュニティに手を突っ込んだらめんどくさいでしょって、確かにめんどくさいですね、私触りませんとか、こういう感じになっちゃうわけだよね。だからその辺をね、やっぱり何とかして、やっぱり国益だから、変な人を除去するっていうのがやっぱり国益だっていう、これやっぱり消毒が必要なんですよ。このこの暴力なんて長くやりすぎてるからね、やっぱり変な人脈がたくさんついてる。だから私はね、四島交流は元島民は今の仕組みでいいと思うよ。そうじゃないところは先生どうですかね。私有償化で踏み切ってもいいと思うんですよ。そうですね。だから実費はちゃんと払ってもらって、宿泊費とか食費とか、その代わり広く国民から公募して、だから昔中国に行くときに流行旅行者を通じてちゃんとした秩序だった行動をする人しか連れて行きませんよっていう、あの有効旅行という感じの旅行がありましたよね、うん、この有効旅行に準じるような形で団体旅行として、それは北方領土に関する理解を深めるという趣旨に合致する人が行く観光というのは、これ観光を始めようとしてるから、もう少しその枠っていうのを広げてやったらいいと思うんですよ。それで多くの国民に見てもらうということによって、四島の状況が分かるし、それから箱根群島、色丹島というものと悲しみ島、択捉島のロシア側の開発の違いも分かってくるし、それで悲しみ島、択捉島でも仮にロシア領だと、それがなくても
日本人が自由に行けて、そこで交流もビジネスもできるっていうようなことが分かるっていうことになるっていうのが、むしろ環境整備になるんで、その時に壊れたテープレコーダーみたく4等即時一括返還っていうようなことを言って、そこでみんな本当にそうなると思ってないと形だけ言ってるわけですよ。だから対話集会になったって、対話集会に成立しないんですよね、ポジショントークだから。ロシアが来ないし、そういった場所に。その辺から改善して、ちょっとやっぱりもう少し人間的な交流しないとね、動かないですね。はい、佐藤さん、ありがとうございました。じゃあもう時間になりましたんでですね、今月の第一週締めさせていただきますが、来月はですね、9月の24日、はい、わかりました、16時了解しました。場所はここで、はい、場所はここですので、よろしくお願いします。コロナの感染がまだ増えておりますからですね、心配ですけども、どうぞ皆さんですね、基本的な手洗いとうがいだけはしっかりやってですね、あと余計なところにはいかないことです。だから北海道でもやっぱり特定の場所でこのクラスターが発生してますけどね、東京なんかでも大阪でも見てもクラスターができたところというのは大体決まってる場所ですからね、とにかく我慢することもですね大事だし、これ命に関わることになりますからね、それは各自がしっかりと自覚してですね、日々行動していただきたいなと思います。ご出席いただいた皆様方にですね、心から感謝、お礼申し上げて、また来月も元気にお会いしたいと思います。ありがとうございました。